海の化学、栄養成分で計算円の内容になります。北大水産学部海洋生物科学科の大木が担当します。さてのコースにて、海洋植物にとっての栄養成分を示しました。窒素はアミノ酸を構成する元素、リンは脂質を作る元素で栄養成分です。これまでケイ素の説明をしてきませんでした。栄養成分の窒素とリンに加えてもう一つ、主要栄養成分の珪酸塩があります。栄養塩の3成分が豊富にある海域というのは、ケイ素の殻、SiO2 を身にまとう、珪藻類が繁茂できる状況にあります。珪藻類は海水中の珪酸を摂取して体内でシリカにします。この生物起源シリカは水和しており、SiO2NH2O で表されます。これはシリカの非結晶性で無色透明です。生物起源シリカを構成できる珪藻は、強固な殻、しかも透明な殻を身にまとっているのです。鎧のようです。透明なので、光合成を阻害することはありません。しかも、多孔質のシリカなので、海水中の栄養成分は無理なく取り込めるし、体内から分泌物や排泄物を出すこともできます。魔法の鎧のようです。死滅した珪藻の殻、シリカは、海水中で徐々に溶解して、海水中に珪酸を再生します。ちなみに、非結晶性の純粋なシリカは、石英ガラスであるように不溶性です。生物起源の方は水に溶ける。珪藻が身にまとう魔法の鎧、シリカの特徴をまとめます。まず、非常に丈夫です。簡単には破砕できません。無色透明なので、その殻を身にまとっていても光合成を阻害しない。多孔質なので、外から栄養塩を吸収しやすい。多孔質なので、老廃出物を捨てやすい。そのような特徴があります。珪藻類は、魔法の鎧を身にまとっているだけではなくて、海水中の栄養塩を他の微生物に先んじて吸収することができて、増殖スピードが速いのです。そのため、一般的に栄養塩が豊富にある海では、珪藻類が優先して高い生物生産性が維持されています。噴火湾では毎年春先にクロロフィル濃度が20マイクログラムパーリットルにも達する大規模な珪藻ブルームが起きます。この写真はその時にプランクトンネットを引いた様子です。集まったものがこのようになる。相当な量です。珪藻が増殖すれば、栄養塩の硝酸塩、リン酸塩、珪酸塩を消費していきます。もともとの海水の栄養塩バランスによっては、珪酸が先に枯渇する場合もあります。先ほど示した噴火湾については、硝酸塩が先に枯渇することが多いようです。珪酸がなくなると、珪酸を必要としないプランクトン種、渦鞭毛藻や遠赤藻などが増え始めます。太平洋では、珪酸が尽きる前に硝酸やリン酸が尽きてしまうことが多いので、春季ブルームの後は窒素制限やリン制限になって、基礎生産量自体が急に低下します。ちなみに、渦鞭毛藻類はこの鞭毛を動かして鉛直移動する能力を持ちます。0.1ミリメートルパーセックの移動速度を持つという実験結果もあります。これを計算すると、1日で8.6メートル移動が可能な計算になります。
8.6 メートルだと表層混合差を抜けて栄養豊富なところに移動するのが難しいのではないかというふうにも考えられます。大した移動速度ではありません。しかし、海洋の微小な渦により局所的な炎色対流が起こっているのであれば、その微小な渦の流れに乗り、速やかに深い方へ移動できるかもしれません。これは私の勝手な想像です。海洋にはそんな微小な渦、エレベーターがあるのではないかというふうに、と想像しているところです。想像に話が逸れてしまったので、再びケイ素の説明に戻ります。ケイ素、シリコンの化合物について一般事項をまとめます。シリコン、ケイ素は原子番号14の元素です。地球の元素組成比では、鉄、酸素に次いで3番目に多い元素です。地殻やマントル中に珪酸塩鉱物として多量に存在するからです。珪素は私たちの生活で身近に利用されている元素です。様々な呼び名があるので混乱してしまいます。珪素化合物の名称をまとめておきます。珪素の酸化物として SiO2 の石英、クォーツとも言いますが、あります。クォーツのうち非結晶性、つまりアモルファスで、純粋なクォーツを石英ガラスと呼び、これは食器や工芸品、工業品として用いられています。この石英ガラスを1300度以上に加熱すると結晶化します。鉱物として産出される石英にも結晶性のものがあり、それを水晶と呼びます。結晶性石英の人工物もありまして、光学レンズや時計の振動子として使われています。クォーツを使った時計としてクォーツ時計というのがありますね。食器に使われる石英ガラスのことをクリスタルガラスとも呼ぶことがありますが、クリスタルとは結晶性の意味です。ガラスというのは非結晶性を意味しますので、矛盾した言葉です。これは水晶、クリスタルのようにきれいな石英ガラスであるということからクリスタルガラスと呼ばれるのだと思います。この SiO2 を含む化合物の総称をシリカと呼びます。生物が作るシリカがあって、これは SiO2 に水がくっついた SiO2NH2O と表されます。純粋なシリカは無色透明です。非結晶性のシリカは多孔質な形状になることがあります。恒常的に作られる多孔質シリカとして乾燥剤のシリカゲルがあるのはご存知でしょう。自然に産出する鉱物シリカをオパールと呼んでいます。海洋生物が作るシリカを海洋学においては生物起源オパールとも呼んでいます。海水中のシリカ、これは珪藻の殻に由来するものが多いのですが、これは非常にゆっくりですが、水と反応して珪酸になります。溶解して珪酸になる。で、この珪酸は乖離してこの化合物になる。乖離平衡に達します。この乖離平衡はさらに何段階にも乖離するので、様々な形態の珪酸が存在します。ちなみに Si と OH を含む化合物の総称を珪酸と呼んでいます。河川水は溶存珪酸の濃度が高いです。これは雨として降った水が地表面付近の岩石と接触して珪酸塩鉱物から珪素を珪酸として溶出させた結果です。海水中での珪酸の最高濃度は北太平洋の深層水で180マイクロモルパーリットルくらいです。この2倍以上の濃度が河川水で見られます。かなりいろんな幅を持ちますが、
河川水は濃度が高い。真水が1ヶ月も岩石と接触すれば、これくらいのケースが溶出するとイメージしてください。海水中にはこのようにシリカの微粒子、珪藻の殻の破片と珪酸、こういうのも存在します。海洋学ではこれらを区別せず、まとめてモリブデンブルー法で測定します。着色して急行分析をします。したがって、分析上、水中にあるシリカ微粒子と珪酸は区別されません。そのため、海洋学では、海水中のシリカ濃度ということもあります。一方で、珪酸塩濃度は、というふうに、いうこともあります。混在して述べてしまっています。海水中の溶存ケイ素の大部分はこちらです。ケイ酸として存在しますので、海水中の溶存ケイ素はケイ酸。生物の殻に限定して述べるとき、シリカ。このように区別するのが良いでしょう。ケイ酸のまとめをします。植物プランクトンのケイ素はシリカの殻を身にまとっています。非常に丈夫な上、透明で光合成を阻害しない、微細な穴が開いていて、栄養塩を無理なく吸収できる。こんな魔法のような鎧を身にまとっているのです。珪藻は海水中の珪酸を取り込んで、体内でシリカを作っているのです。珪酸を必要としない植物プランクトンもいます。栄養豊富な海では、珪藻の増殖スピードが速いので、亜寒帯の春のブルーム時には珪藻が優先することが多いのですが、栄養塩が枯渇してくると、他のプランクトンの増殖とのせめぎ合いになります。珪藻化合物には様々な名称があり、混乱してしまうので、整理して違いを理解しておいてください。海水中には微細なシリカ粒子と珪酸が混在しています。珪酸として存在するものが多いので、海水中の溶存珪藻のことは珪酸と呼びましょう。珪藻の殻に由来する珪藻をシリカと述べるように区別すると良いでしょう。以上になります。